ヤナトの魂子供に刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る狼。言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ミッションミッションのエピソード7ですね。7、はい、見させていただきましたけども、投球がとても多いしニュースも多いのでなかなか大変ですけども、まあ何しろスカイハイ社長も言ってる通り、マーゼルの新グループマーゼルの成功が BMSG の本当の成功を形作るみたいな話をね、記者会見で言っていた記憶もありますので、まあ本当にここはがっつりと追っていきたいなと思っているところですよ。そう、まあでももちろんね、そのいろいろ押し方があっていいので、ケチャンズさんも言ってたんですが、自分の押し方で大丈夫なものですから、だからあの皆さんもね、こう自分のペースで、あと割合的にもね、例えば B ファースト9マーゼル1の方もいるだろうし、 B ファースト5マーゼル5の方とか、あと BMSG アーティスト合わせてまた割合が変わったりとかね、あるいはそのマーゼル10の方もいるかもしれない、まあ、ラン君のファンとかね、ハイリュウ君のファンとか、あと生徒君とかね、他の子たちの元々のファンとかもいらっしゃると思う、ね、タクト君とかもね、ダンサーとしていうところもありましたから、まあ本当に無理はしないように自分のペースで、私もそうですし、はい、やってまいりましょうね。はい、という形で、まあ、本当に楽しく気楽に応援をしていきたいと思っているところなんですけど、まあ今回50分超えてましたね。非常に良かったなと思います。まああれですね、合宿前審査で B フリーを歌いましたが、4チーム歌ったからっていうところもあったし、それぞれのカラーがあって良かったですね。で、まあこの動画見てる方も多分あの見てくださってますよね、ミッションミッション、あのエピソード7だから大丈夫だと思うんですけど、うん、一応じゃあアイキャッチ入れますんで、その後で内容に振りますね、いつも通り。じゃあ行きます。では参りましょうかね。まずね、一番最初に語っておきたいことがあって、チームレッドですね。あの4チームありましたけど、イエロー、ブルー、レッド、グリーンかな、うん、その中でレッドの子たちは、まあ、ニトベユウト君、00アブちゃんの教室0年0組に出ている糸部優斗くんもいたところだけど、まああの彼らがね、その要するにマーゼルメンバーとかになっているわけではなく、まあ彼ら本人も言っていたけど、結局ちょっと荒削りだった部分はあったとは言ってましたが、あと辞退した子が多分いたということで5人でしたね。いろいろとそういう部分もありつつだったけど、でも本当に楽しそうにやっていたし、スカイハイもね、そのダンクとかでダンス振り付けをやって踊るもんじゃなくてみたいなとことか、あと最後の方でも歌やダンスっていうのはそのプロとしてやるためのものじゃなくて生活に密接にあるものだからっていうこともあり、そういった意味で歌とダンスを本当に楽しんでやっていたなっていうふうにチームレッド思いました。あの笑顔も彼ら本人もいてましたが、ニコニコしてて可愛かったですしね。ニトベユウト君もまあ明らかに緊張していたのはね、素人の耳でも分かりましたが、でもおそらくはあの経験をもとにして0年0組の方に参加をして、そこに行く間もね、きっとバイトとかも頑張っていろいろやっていたんだと思うから、そこの部分ですね。だからチームレッドすごかったです、うん、とても感動しました。あの音楽とダンス楽しむっていう姿勢を見させていただきました、このおっさんもね、っていうことです。はい、でその上でですね、まあいろいろとありますが、まあ今ちょうど画面出ていると思いますが、マーゼルメンバーがいますが、まずはその合宿にね、参加決まったメンバーがね、最後の方発表されてまして、こちらになりますね。はい、いやーね、まずね、ユウって書いてあるけど安藤ユウ君残れたぜって思って、いやラン君に会えるなと、これはね嬉しいなと思う。ラン君ファンの方はきっとラン君のね、シング舞台シング見に行ってた方とか、配信でもやっていたから見た方多いと思うけど、多分そこの方には本当にエモいっすよね。そう、やっぱね、舞台で、うん、ラン君支えてくれた安藤優君なので、なんか非常に良かったと思います。で、龍樹君、浩平君、拓人君、カノン君、直也君、康介君、大輝君、伊織君、優君、大輔君、隼人君、英樹君で並びましたね。まあ、呼ばれる順番は特に関係ないと思うんですけども、とにかくいい感じだと思います、とっても。基本、個人的にその前のミッションミッションのね、動画で、
注目してた子たちとか、この子いいなって思ってた子もちょっと残っていますし、あと今回の B フリーで、この子、あ、こんな感じなんだって思った子らもおりましたし、まあ、とにかく、このメンバーで、まあ、ランくん、カイリュくん、生徒くん含めて、15人で合宿をやると。で、大阪なんすね。新大阪駅が出てましたけど、大阪で合宿という、てっきり関東圏とか、千葉とか、埼玉とかその辺だと思ってましたが、ね、っていうことでした。まあ、大阪っていうことは結構あれですよね。まあ K-POP も含めるとボーイズグループ取り扱っている YouTuber さん関西の人多いから案外ランくんたち近くに来てた可能性ありますよね。とはいえでもまあ合宿場だからちょっと山の方とかそっちになるのかな。まあでもね、とにかくそうなんだなって思ってね、ということですけども、まあ皆さん注目してる方います？サムネイルにしたと思うんですけど、私もね、マーゼルメンバーの子たちは持ってたんだけど、気になった子たちっていうのもいて、そういう話もあるんですけど、で、エイキ君が以前その私がライブ配信した時にも、エイキ君いいっていう方チャットで多くて、あとカノン君もそうでした。でもエイキ君のあの感じというかね、実直な感じだったりとか、なんかこうね、すごく礼儀正しい感じとか、BMSG のファンの方が、もう好むタイプだなって思うし、ビジュアルも実力も性格もそうだしね、なんか面白くなりそうだなと思うし、で、結局来週楽しみなのは、今までそのね、ランくん、カイリュウくん、生徒くんと、それとこの合宿メンバーといいますか、新しく追加するメンバー、まあ合宿参加のメンバーも含めて、ここの関わりっていうのがなかったから、当たり前だけど、ここの関わりがどういう風になっていくかっていうところも楽しみだし、で、結局のところ、知り合い同士っていうのも絶対にいるわけじゃないですか。特に、カイリュウくんに関しては、あ、でもカイリュウくんも結局その、ね、韓国の事務所とかそういうところの経験もありつつので、マーゼルメンバーのインタビューもあったけど、まあ、いわゆる韓国の事務所とかその韓国の方のそういったものにずっと興味があってっていう子たちも多かったし、そういったところでカイリュウ君ともこのシンパシーとかつながりがある可能性のある子って絶対いますよね。で、ラン君と生徒君に関しては、まあ、タクト君はダンサーで、まあ、でもタクト君はね、ダンサーとしての歴で言ったら、まあ、ソータ君とかの先輩にも当たるし、だからそういった部分でも面白い関係性にはなりそうだなっていう気がするしね。あとはもともとね、ボーイズグループとしてやっていた子たちもいたりするし、その辺とのあの関係性がどうなっていくか楽しみで、だからきっと来週以降というか、さらに盛り上がっていくんじゃないかなと期待をしているんですけれども、マーゼルメンバーじゃなくても良いので、皆さん気になった方ね、いらっしゃったら、エイキ君とかね、気になってる方多いと思うけど、ぜひお聞かせいただければと思います。で、やっぱいろいろ思いましたけど、まあ皆さんも多分もう察していると思いますが、マーゼルメンバーではない子たちの中で、まあここでは公平っていう名前と、それから、カノンって名前になってますが、いわゆる、小原公平君と読むのカノン君。尺多いっすよね。だから、まあ、ある意味、BMSG に残っている可能性が高い子たちなのかなっていうところと、あと結局のところ、まあ、なんでしょうね。レイちゃんとか、翔太くんとか、まあ、ルイくん、大輝くん、エディくんとか、他の子たちと何か絡んで何かをやる可能性も、まあ、超マイナーサベージもね、本格指導を始めだから、いろんなクロスオーバーが可能だし、ランレイだってね、やる可能性も結構あるとは思っているし、まあ、合宿の中でいろいろ生まれた何かもある可能性も高いですからね、その中でどうなっていくかっていうところも含めて、いろいろと気になっておりますね。はい。というわけで、気になっているつながりで、私自身がですね、個人的に気になっている参加者を、まあ、紹介しましょう。うん、まあ、リュウキ君ですね、まずね。うん、まず、リュウキ君ですね。
もともと動画でマーゼルの追加メンバー5人のことをちょっといろいろとプロフィールを調べて紹介させていただいたものがあるんですけど、ゆうきくんがやはり気になっていますというところはもうだいぶ前に言っております。スカイハイ社長に関してもゆうきのラップがなんかすごい良かったっていうことと、またその BE:FIRST と違う色でみたいなことを言ってて、 BE:FREE でね、うん、だから偶然ですけどスカイハイと同じ感覚で良かったなと。はい、まあ別にだからどうしたってわけじゃないけど、偶然だろうからね。で、まあ、リュウキ君のラップが、まあ私は別に素人目線だけど、まあラップやっていたとはいえ素人目線だけど、リュウキ君のラップのスタイルがそのまあ BE:FREE のザ・ファーストの時の BE:FREE 審査の時のソータ君のラップの部分をやっているじゃないですか。で、ソータ君はこうリズムを刻んでこうガンガンガンっていく感じがやはり得意で、で、リュウキ君もダンスは得意なわけだけど、なんかこう、歌メロみたいなところが、無意識かもしれないけど、ちょっと入っている気がしたのと、あとその、リュウキ君やソータ君ともまた違うタイプの、ラップっていうか、フローの仕方をしてるなっていうところで、多分スカイハイの考えとしてラッパーの属性でそのグループの色って結構出るんじゃないかなっていうのが、まあ、おそらくですけど彼の頭の中にあるんじゃないかなと。違ったらすいません、まあ、スカイハイではないので私は、うん、でもラッパーがその曲をリードしていくっていう感じは結構やっぱりあって、そのラッパーの色によって曲の色も変わったりするっていうのはあるからね、うん、だからそうなってくると、リュウキっていうラッパーが非常にこう何かマーゼルのそういう屋台骨ではないって言ってたから、そう、屋台骨タイプではないっていうね、そういう飛び道具系って言ってた、飛び道具系、刀系みたいな感じっていうのが、まあでも言ってみればその飛び道具系を BE:FIRST で考えると結局リョウキ君なんですかね。でもあれか、ソータ君のダンスブレイクのエグさっていうのもそうだし、結果でラッパーは飛び道具っていう感じになりやすいのかな。マナト君が、まあ、屋台骨みたいな感じのはね、言ってますけどね。まあ、またそれは、おいおい分かってくるでしょう。まあ、まず当然、リュウキ君は気になっている。で、まあ、エイキ君ですね。まあ、非常にエイキ君は、BMSG 好きな人が絶対に好むだろうなっていうタイプで、俺ももちろん好きですし、うん、まあレオ君と仲良くしてほしいなっていうところとね、でもなんかいろいろ抱え込んじゃいそうなところもちょっとレオ君に似ている気もするので、そこは周りがうまくサポートしてほしいけど、でもなんかラン君とね一緒にこうなんかいろいろラン君もサポートしてくれるような、ラン君をサポートもしてくれそうな感じがします。であれっすね、まあチャット欄でも以前の私のライブ配信のチャット欄では皆さん気にしている方多かったけど、カノンくんですね。なんかね、ルイくん味があったというか、なんか社長が可愛いって言ったところとか、なんかね、こう動きとか手の動きとかね、もろもろ。あとなんか意外とギャグを言うところとか、結構そこが知れない面白さがあるなと思うし、で実質もしかしたらそのルイくん的な感じでトレーニーとして残る可能性とかありそうな気がするというかね。うん。で、まあ安藤優くんですね。まあラン君と舞台で共演もしたし、日プワンの方にも出ていたし、まあ彼もね、頑張ってほしい。まあ結果は分かっているけどね。でも例えばこの安藤優くんが、この合宿の中でいろいろと、まあラン君たち含めていろんな人たちと交流することで、何かしらまたいろんなことになる可能性もあるし、実質わかんないですからね。もしかしたらいるのかもしれないし。うん。BMSG にわかんないですけど。でも結局、例えばですが、ザ・ファーストに参加していた、小沢直樹君もそうだし、今、カメレオンって名前でやって、私も主催のライブ行きましたけど、俊介君、折戸俊介君もいるし、ね、大山天君も頑張っているので、うん。だから、そういう感じで何かしら、ね、このミッションに参加したことによって、彼の運命もまた開けていくっていう可能性もあるし、で、そうなってほしいとも思っているしね。うん。っていうことですよ。だから、ゆうくんにも非常に、期待しているし、できれば合宿でね、まあ、どうしても尺的にマーゼルメンバーとか、そっちの方が中心になると思うんだけど、できれば、ランくんとゆうくん、まあね、安藤ゆうくんとのそういう会話とかそういうのもあったらいいなと思いますね。うん。そしてですね、マーゼルメンバーでもないですし、それになんていうか、
特に尺を取られてるわけでも、小原康平くんと湯本香音くんみたいに尺を取られてるわけじゃないけど、滑川康介くん気になってます。あのね、ビーフリーの時のラップがなんか良かったんですよ。なんかね、ちょっとこうアグレッシブで、なんだろう、リズムの取り方もちょっと独特だったんですよね。で、ある意味その悪が結構強い方で、あの一人でそのリリックとかけるんだったら一人でラップをするっていうパターンでも面白いラッパーになりそうだなっていうのをちょっと思ったんで、うん、まあ、どうしてもこうね、龍樹くんに関してもそうだけど、ラップする人間にどうしてもあの焦点を当てたがるっていう私の癖があって、まあそれは個性だと思っていただきたいんだが、あとその確かね、こう練習の時も結構率先して引っ張っていたようなイメージがあったので、うん、だからちょっとこの康介くんが、まあ、実質ね、まあもうマーゼルメンバーでないことは分かっているし、どんな感じになるか分かんないけど、でも例えばそのこの動画の冒頭でも語った二戸優斗くんに関しても別のオーディションとかに今いたりするから、なんかね、もしかしたらですけど、まあ日本のオーディション番組とかが多すぎてちょっともう縮小気味だぜっていう意見も確かに聞いてるし、まあその感じもなんか分かんなくはないんですけど、でもなんかね、やっぱりチャンスが多くなるっていうのは結局良いことなんだなっていう風に思った。あの正直なところ、大人たちのちょっとだからオーディションが、まあザストもそうだけど、じゃあまあ二次プロジェクトやザファーストで盛り上がったオーディション番組、これをあのね、まあ前例に習いまして、これを番組にすれば僕こちらが出るのではないでしょうかみたいな、そういう大人がきっといるんだと思うんですけど誰の真似したわけでもないですよ。まあそういう感じの大人がいると思うんですけど、そういう事情は絶対あると思うんですけれども、ただ結果的にチャンスが多くなればそれって良いことだと思ってはいますよ。結局のところ、まあオーディション、違うオーディションで申し訳ないんですけど、ヨシキさんのオーディションの方に0年0組で脱落してしまったあの有園くんとキスくんがいるので、今ね、あのボーカル追加のやつでいるので、そういうパターンもそうだし、結果そのね、ニトベくんも00の方で頑張っているから、だから結果このどう考えてもこのミッションミッションにその参加したっていうことはどう考えても彼らプラスになると思っているし、うん、合宿で彼らのいろんな人となりも見えてくるでしょうから、さらにね、そうなってくると今後ね、ファンもつくと思いますから、そうなっていってほしいし、やっぱりせっかく BMSG を選んでくれた彼らですから、ここはね、なんか彼らもすごくいい人生を送ってもらいたいなと思ってます、まあ、もちろん私たちも含めてねっていうふうに思いまして、まあラップが非常にね、なんか特徴的で結構好みだったので気になりましたね、うん、ってことでございました。はい、皆さんもぜひ気になる方とかね、さっきも言いましたが、いろいろとね、相談してもしょうがないけど、共有していければと思いますし、で、来週以降、さらに盛り上がっていきそうなので、楽しみにしていきましょう。マーゼル、ミッションミッションも含めまして、いろんな動画を私は上げております。まあ、動画上げる本数が結構多い方の動画投稿者なので、全部じゃなくても、ご興味のあるタイトルだけ見ていただければ大丈夫ですので、チャンネル登録まだの方はもしよかったら登録していただいて、他の動画もご覧ください。そして登録してくださっている方、いつもありがとうございます。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。